東北医科薬科大学病院は、宮城県仙台市宮城野区副室一丁目に所在する、東北医科薬科大学が運営する病院。東北医科薬科大学副室キャンパス内にある。当院を本院として、東北医科薬科大学若林病院を分院とする。江戸時代には、武家屋敷だった現、仙台市都心部の中家町において、明治期に、 東北本線開業に伴って仙台駅近接の旅館券下宿屋が開業した。これ以降、同地には不特定多数の人々が集まるようになるが、1904年に個人経営の補正委員となり、不特定多数の人々が集まるのは変わらないながら、業態変更して、医業の歴史が始まった。終戦後、買収されて厚生労働省の外閣団体の病院になった。 同地で規模拡大してきたが、土地区画整理事業に伴い、戦績戦争いで仙台郊外の副室に移転。2012年に東北薬科大学に買収されて民間運営に戻ると同時に大学病院となった。これは東北大学病院、東北福祉大学仙台ホスピタルに続き、大学単位で県内3番目の大学病院である。 安尾委員から110年後に医学部新設が決定され、2016年度より大学名の変更に合わせて減少となった。仙石線、仙台駅の北側に接して立つ上空から見てタウに似た形のビルが移転前の当委九1975年度撮影の国土、交通省国土地理委員地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 仙台駅東台に土地区画整理事業によって都市計画道路元寺工事副室線が開通した現在と事業前にあたる写真の時期における仙台駅北部の道路の走行は大きく変化している。明治維新の廃藩地県や出力処分等によって武士が没落したため、かつての仙台城下町の面積の多くを占めた武家地は転売されていった。また、 仙台の経済中心であった、場所の辻を南北に通ずる欧州街道では、北側の国分町、南側の南町の領町人町において、廃藩地県で、仙台藩の後ろ立てがなくなった、藩内各事社が没落する中で、京都等の大事院が支部を設けたり、金融、病院、議論、乗り合い馬車といった新たな資本が進出したりした。一方、 かつての城下町の多くを占める武家地では、1875年から始まる医術開業試験により、西洋医学を習得した医師たちが、小資本の委員を各所に開業していった。1887年、いわゆる町外れだった仙台区東六番町に、仙台駅が開業すると、その周辺に、旅館、ホテル、商店が集積し始め、場所の辻周辺に次ぐ。 区内の拠点として発展していった。仙台城大手門から東に伸び、馬匠の辻を東西に通る大町の東に続く、新天馬町の、その隣の中家町は久美市が居住する武家屋敷だったが、1894年に、宮城県仙台市中家町62番地に、旅館兼下宿屋の三浦屋が開業した。すると、 東北学院に勤務し、当館に居住した島崎東村が代表作若名州を同地にて執筆した。1904年、同地の下宿屋が委員となった。これが現在まで続く当院の医療としての出発点となる。同院は約40年同地で続いた。1945年の仙台空襲の被災も免れると終戦後に運営母体が社会保険協会となり、 宮城第一病院の名称で、敷地、設備を拡張していった。同地の土地区画整理事業に伴って1982年、戦石戦添いかつ、国道45号沿いの副室に移転して、東北厚生年金病院に改称し、約30年運営された。社会保険庁改革により、東北薬科大学に買収され、2013年より、 同大薬学部の実習を目的とした東北薬科大学病院となった。その後、東日本大震災からの復興と東北地方の維持、不足解消を目的とした医学部新設の政策が議論、実施され、同大に医学部が新設された2016年より東北医科薬科大学病院となった。受け屋敷中家町は、江戸時代、石巻街道が、 仙台城下町に入る道沿いにあり、久美市が居住して警備していた。下宿屋1894年より、宮城県仙台市中家町62番地には、旅館並びに下宿屋の三浦屋があった。ここに、島崎東村が仙台市での住居を、長谷倉町10番地の田代家から移し、1896年11月から翌年7月に、 仙台を離れるまで居住した。この下宿屋で、藤村は代表作、若菜衆を執筆し、後に仙台県仙台出身の土井晩水と共に、藤番時代あるいは番、藤時代と呼ばれる一時代を築いた。藤村が仙台を離れた約4年後の1901年に、中家町62番地は平田屋支店となった。 安尾病院平田屋支店になってから約3年後の1904年より、中家町62番地は、伊藤安尾病院となった。住所の解消年月日は不明だが、同地は、中家町120番地となった。宮城第一病院1946年、中家町120番地にて40年以上続いた、委員を受け継ぎ、宮城県社会保険協会が、病床数15床の内会員。 宮城第一病院を開設した。当時は戦後占領期にあたり、当院が開設された宮城の橋周辺は、新中軍の GI たちの陥楽街だった。1950年に、健康保険宮城第一病院に解消。さらに同地で敷地を拡大し、1965年には、社会保険宮城第一総合病院に解消した。なお、敷地拡張により、 1952年に西口川地下から東口川地上に移設された国鉄船石線、仙台駅と接することになった。ちなみに藤村の居住していた三浦屋の2階は同院の2階眼科診療室あたりとされる。東北高生年金病院1982年仙台駅東第二土地区画整理事業施行予定地内にあった当院は 直線距離で東に7キロメートル以上離れながらも、戦赤戦争イである陸前高砂駅から徒歩県の福祉に移転し、東北厚生年金病院に解消。1993年に500床まで拡大したが、その後は縮小した。2011年3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生すると、直ちに災害医療体制を整えたが、 ライフラインの途絶や建物の被災、物資不足、そして救急患者ではない避難者が集中して避難所消してしまい、災害拠点病院としては機能不全に陥った。東北薬科大学病院2012年、社会保険庁改革に伴って進められてきた厚生年金病院及び社会保険病院の譲渡方針に従い、当院が年金、 健康保険福祉施設整理機構から東北薬科大学に譲渡された。2013年東北薬科大学病院として開設された。東北薬科大学病院時代は日本では唯一の薬学の単科大学が運営する病院だった。この時期は薬科大病院と省略して呼ばれることがあった。2013年10月国が 東北地方への医学部新設方針を受けて、東北薬科大学は医学部新設構想を発表。脳神経疾患研究所、宮城県との三者競合の末、2014年8月に東北医科薬科大学が選定された。2016年4月の開設を目指し、2015年3月に文部科学省へ医学部の設置認可を申請した。 東北医科薬科大学病院2016年4月1日、医学部新設に伴い、東北薬科大学が東北医科薬科大学に改称し、同時に、当院も東北医科薬科大学病院に改称した。また、東日本電信電話より譲渡を受けた、NTT 東日本東北病院を東北医科薬科大学若林病院に改称した。 病院西側隣接地に医学部新キャンパスの建設が行われる計画である。2021年度から当面の間は新病棟を建設し、現在の病床数466床から600床に増床する方針も示されている。増床にあたって近隣路に病院を譲り受けし、約150床分を確保する予定。将来的には、 全面建て替えを実施する構想を持っている。仙台空襲被災地図。当院付近は被災を免れた。ありがとうございます。